もう撮ってるということでね、はい、地元のロビーにはこのポスターがね飾ってあるんでちょっと見ていきましょう。いっぱいあるんだこれ。あれはおお、まあ NHK 素晴らしい素晴らしい、小田上田、うん、優勝すごいな、ね、アベマ賞、ああ大臣が次バーッこないだったわ。でこれ誰だ、これ知らん、分かれこのあったで、1000万グランプリ、すごいだよ。でこれね、はいはい、第8回上方漫才協会大賞新人賞、すごいね。で俺らが、うん、上方漫才たち分、あれあれないね、冷た、次の列じゃん、あ下にも列ある、うんうんうん、これね人力祭、あ人力祭、あのエヴァースの佐々木さんがおらんと同じの大問題、あの宇宙人吉野さん、あとこのメンチカツ犬、メンチカツみたいな犬を追って、荒川さんのクロックスを追って、はいはい、で、あのずっとある神保町のモノボケの人形を追って、佐々木さん、おらず。おらず。でね、三浦さんは？三浦さん、ちょでかいな。ちょでかいか。そんなことないやろ。ちょでかいな。佐々木さんもちょっとでかいな。そうそう、ネイチャーさん、別に、うん、劇場の人気者やから。で、これが、まあいいね。あまあ、やっぱり、まあ、いい。はいはい、いい。で、これマリマリさんと、うんうん、昨日一昨日やったやつ、ね、これ誰、これ誰や、いや知らん、あ、これこの人だよ、あ、優勝してんねや、この人ら、なんかこれから来てはるらしい、うん、大丈夫かこいつ、まあよ、うん、ことは答えられた、まあ、答えられた、まあ、冗談ね、うんうんうん、ね、アーメンさん15、うんうん、そうそうそう、ちょっとでかいの、うん、もうええて、これはそのネイチャーさん主催やからええやろ、ちょっとでかい顔、主役やからこの人、顔がいや違う、普通にサイズ、いや主催やから、ここでいいですね、でかくて当たり前、ね、何これ何これ、普通に何これ、お邪魔女だるみか、またこの色をさ、さっきの人劇祭の吉野さんと同じ色してんねんけど、え、何の伏線これ、じゃないよね、あれはそんなこと、なんか関係があるんかな、これで、はい、マリマリで、つるけつで、あ、そんな感じ、あれあれあれ、何それ、漫才協会大賞、文芸部門賞ゴミ箱置かれてるえあれどないしてん、いや、あの、うん、俺らが取った、うん、第8回漫才上方協会、第8回上方漫才協会大賞文芸部門賞のポスターがない、え、やばいって、1枚もやばいって、ちょっと探すわ、1枚、うん、これすごい賞やからな、あれ、ないぞ、え、ちょっとどこ探す、あ、こっちや、こっちや、あ、なるほど、そっちにも貼ってた、あ、ほんま、ほんま、ほんま、ちょっとでかいな、うん、もうええて、三浦さんでかいのは、なんでこれ、ネイチャーさんがでかいのええて、なんで、いや、その、いろはに千鳥で優勝しはったから、ちょ、でかいか、前は、そう、前の優勝、メインでゲーム、ネタ、グランプリ、長平万博さん、万博さん、また米田さんや、また米田さん、まあ、そうですね、これだよ、これ、世界はセコロバコメディアン、うん、うん、で、カウス賞、カウス賞で漫才伝道、いろいろ宣伝のやつが、うん、あれあれあれ、探せ探せ、ね、あれ文芸部門のポスターないわ、嘘やろ嘘やろ、あ、この、あら、え、これを正直さ、ピッチ、わからん、でもこれ芸人さんが書いてる可能性あるから、あんまディスられへん、なんとも言われへん、うん、でもなんで、え、正直聞かせて、そのさ、前説版グランプリとかってさ、文芸部門賞と比べて、そのしたえ世界を笑わせるグローバルコメディアン、うん、した、した山岡した、ゲームした、おかしい話だ、どういうこと、そんなことある、何が起きてる、え、ちょっと、あ、でも待って、どっかにあるやろ、うん、さすがに、ちょっとそこ見に行こう、飛べや、よし、ここや、うわ、そうそう、ここにも貼ってんねん、こう、やれない、うん、おった、ちっちゃ、じゃあ一回、引きで取ろう、うん、誰が気づくねん、これちょっと、勘弁してーな、なんでこれ中あったで、これ、まあでもあってよかった、おかしい話やで、
で、これが、だってな、うん、ほんま俺は最近撮ったばっかやもんな、この賞半年前に撮ったばっかりやん、2023、うん、1月9、今年入ってからやで。じゃあ遅いか、普通。いやでも半年前やからな、最近やからな。え、こっちは、こっちは多いか、さすがに俺ら。あ、おるやん。おってどうすんねん。いや、じゃあ、キッチンなんか行くわ。ダイエット中じゃない？おいでした。